和行袋を使用した移動の例。和行袋とは、鉄道等の公共交通機関に自転車を持ち込む際に使用する袋。なお、同様の用途ではあるが、形状が布製の袋ではなく段ボール箱でできたものもあり、その場合は、和行箱という、自転車の前後の車輪を外した後に収納するタイプが一般的であるため、簡単に車輪を脱着できるスポーツ車に用いられる。 非常に丈夫な布で作られたものから、やや薄手に作られた、軽量なものまで様々なタイプがある。前後輪もに外して収納するタイプが主流であるが、中には前輪のみを外して格納するものもある。持ち込みに関する規定の変更などにより、時代によって変化がある。構造としてはその名の通り袋に詰め、袋全体をバンドで縛り担ぐタイプのものと、 肩掛けバンドは直接自転車のフレームに固定し、上から筒状のカバーを被せるタイプのものがある。また、折りたたみ自転車、小型ホイール車等の一部には持ち上げずに転がして、運ぶことのできる専用の和行袋が用意されているものがある。なお前輪のみを外して格納する和行袋の多くは、鉄道会社、航空会社の規定の大きさを超えているため、購入時には、 注意が必要である。ありがとうございます。